皆さんこんにちは、エマです。パリから帰国しました。はい、ということでパリに10日間ほど、行っていたんですが、そのパリでの購入品を今日は紹介したいなと思います。パリでねたくさんお買い物して帰ってきましたので、まあちょっと皆さんにお見せできたらなと思うんですけど、初めてちょっとこう購入品というのをやるのでちょっと緊張してますが頑張ります。それでは一つ目どうぞ。はい、では一つ目、よいしょ、じゃじゃーん、袋に入っているんですが、ルージュというブランド、ご存知の方もたくさんいると思うんですけど、フランスのブランドでジャンヌ・ダマスさんがやってるあのブランドですね。ちょっと開けますね。じゃ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 ん、まだ1回も使ってないのじゃーん、かわいい、ヘビ柄の、バッグです。肩押しというか肩押し、うん、なのかな、のショルダーバッグです。まだ使ってないのでタグとかもつけっぱなしなんですけど、ルージュはすごい私大好きなブランドで、まあ、いわゆるこうパリジェンヌなあのお洋服が多いブランドで、まあ、毎回パリに行くたびに、チェックしてるんですけど、とか、まあ、オンラインとかでも見たりしていて、まあ、今回実際店舗に行って自分で手に取ってっていう感じでいろいろ悩んだんですけど、このバッグをあのインスタでチェックしてて欲しかったのでゲットしました。結構大きいのでね、いろいろ大容量に入りそうだなっていうのと、まあなんか普段シンプルなバッグを選びがちなので、ちょっとこういうデザイン性のあるバッグで、秋冬って結構こうコーディネートがシンプルになるので、ちょっとこう一点派手なのを投入したいなと思って購入しました。はい、じゃーん、次はノートブックです。これはですね OFR っていう、パリにある本屋さん、セレクトショップ、セレクト本屋さんでいいのか、まあ本屋さんの、 オリジナルのノートブックなんですけど、もうここの本屋さんが大好きで、いつもここもパリに行くたびに、パリにいる間に結構 2,3 回行ったりする、まあ、場所もマレっていう結構こう可愛いセレクトショップだったりお店があるエリアにあるので、まあ、よく行くんですけど、今回の旅でも3回ぐらい、10日間のうち3回ぐらい行ったかなで、まあこれはそのOFR が出してるオリジナルのノートブックで、まあ、結構こうなんてことないノートブックなんですけど、中はもう何もただの白紙のノートブックなんですけど、まあ、ちょっとこう自分へのお土産的な感じでも、なんか仕事でも使えるし、なんかいろいろメモしたりとかに使えるなと思って、まあ、何より表紙が可愛いので購入しました。3つ目はじゃん、これもね結構いろんなところで今までも紹介してるんですけど、紙のお香、見えるかな、なんかこう紙のお香で一枚一枚ちぎってこうちょっと折って火をつけて香りを嗅ぐお香なんですけど、まあ、パリだと結構いろんなところに売ってて、薬局だったりとか、なんかセレクトショップとかにも置いてたり、結構いろんなところに売ってるんですけど、もう本当にこの香りが好きすぎてパリに行くたびにまとめ買いするお香です。もうね、おい、いい香り本当にいい香りで、なんかお香として炊かなくても、例えば1枚ちぎってお財布の中に入れておいたりとか、バッグの中に入れたり、あとこうタンスの中に入れたりとかしてもすごい香ってくれるのでおすすめです。はい、4つ目はじゃん、これも知ってる方いますかね、ホメオプラスマイン、合ってる、フランス語わかんない、合ってんのかな、まあでもそんな感じなんですけど、ちょっとね、これは箱で、中身はじゃん、こんな感じの、なんか簡単に言うと多分軟膏みたいな、これも薬局で買えるものなんですけど、まあなんか以前メイクさんがこれをリップクリームとして使っていて、あ、すごいいいなと思って、なんかこうちょっと怪我した時に塗ったりするのもなんかいいって聞いたんですけど、ちょっと容量用途はそれぞれお調べくださいっていう感じなんですけど、私はなんかこう手のハンドクリームとして塗ったりとか、爪のこう合間、何、爪のこの指のところに塗ったりとかしてます。なんか1個持っとくと
お守り的な感じで安心するバームなので、はい、あと見た目がねずるいよねピンクで可愛いので、これもなんか毎回お土産にしたりとかしてます。はい、そんな感じです。はい、では5つ目です。じゃん、キャップです。これはエチュードっていうブランドで、このブランド私ちょっと知らなかったんですけど、パリでこうたまたま街を歩いてて、なんかフラッと入ったお店がこのお店で、私がE なので、なんかE のキャップって結構珍しいなと思って、あ、可愛いってなって買いました。でもその後にそのブランドをちょっと知らなかったのでいろいろ調べたら、メンズのブランドらしくって、なんか結構メンズには人気のあるブランドだっていう風に聞きました。なんかもう本当にシンプルで、ここにちょっとロゴが入ってて、まあ、E はね、なんか E のものってやっぱり惹かれちゃうのでちょっと買ってみました。6つ目はじゃじゃん、もうこれもね私の大好きな大好きなブランド、マリンセルのものなんですが、今回はじゃじゃん、見たことありますよねこの柄。今回はですね、なんとグローブを買いました。ちょっとはめますね、この写真でも分かりにくいからさ。もう新品です、まだタグもついてますはい、ちょっと着用します。このマリンセルのこのスキントップスはもう本当に好きすぎて昔からよく着てるんですけど、なんか寒さ対策にもなるなと思って、指先までこのスキントップス欲しいと思ってて、ずっとなんかいろいろサイトとかで見て、いや買おうかな、どうしよっかななんて思ってたんですけど、はい、思ってたんですけど迷ってて、まあ、今回パリに行って、まあ、実際手にはめてみたりとか試着して、あ、やっぱり可愛いってなって、最近個人的にちょっとグローブが好きなので買ってみました。はい、冬いいよね、寒さ対策にもなるし、まあ、おしゃれだし、なんかこうやってロンティーの下とかにこうやって入れてあげても可愛いので、私ちなみにこれ今回グローブも買ったし、スキントップスも持ってるし、タイツも持ってるので全身この柄で慣れる状態で今います。はい、はい、次7個目はじゃじゃん、バレンシアガです。中身は何でしょうはい、中身はじゃ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 ん、ピアスです。はい、見えるかな、ハートのねピアス、これもめっちゃ可愛くて本当に一目惚れで買いました。バレンシアガも大好きで、なんかいろんなバレンシアガの店舗を見に行ったんですけど、これたまたま入ったバレンシアガにこうディスプレイされてて、え、こんなのあるんだと思って、なんか最近そのハートのピアスを探してたんですよ個人的に。でもこれっていうわけではなくて、なんかハート型の、いつももう18歳でピアスを開けたんですけど、その時から私はフープピアスしかしないって決めてたのでフープピアスしかなんか好きじゃなくてしてたんですけど、なんかちょっと他のもつけてみたいって思って、なんかハートのなんかいい感じのないかなとか思ってたら、もうドンピシャなものがバレンシアガにあったので、これはもう即決で購入しました。つけると結構こうボリュームがあって、なんかすごいマッチする感じ、もう本当にスタメンになりそうな、てかもうなってるピアスです。もうこれをつけるだけで一気に顔周りが華やかになるピアスで、もうすっごいお気に入りです。もう店舗で見つけた瞬間、これだーってなってはい、即決しました。はい、最後じゃないんですけど、ブランドのくくり的にはちょっと最後で、はい、ということでじゃーん、クレージュのまずはシューズ、ヒールです。これかわいいよねこれは今回クレージュのショーも見に行かせていただいたんですけど、私その時衣装でこのタイプのロングのスーパーロングの2杯のブーツを履かせていただいたんですけど、もう本当に歩きやすいし、何よりやっぱクレージが本当好きすぎて、そのロング欲しいな、どうしよっかなって迷ってて、
で最終日にもうクレイジーの店舗もね3、4回もう行ったんですけど、最終日に迷いに迷ってこっちのショートの方のヒールブーツを買ったんですけど、もうすっごい歩きやすくて、でなんかこう同系色でちょっとここにクレイジーのマークがある感じもおしゃれだなと思って、なんか形が綺麗なヒールブーツを探してたので、もうこれだってなって購入しました。なんか秋冬やっぱブーツとかヒールとか履きたくなるので、すごいスタメンになる予感しかないヒールでございます。じゃじゃん、次は、はい、クレイジュのトップスです。これブランドのもう本当に代表的なアイテムだと思うんですけど、実はもう何色か持っていて、でも水色の可愛いなと思って、今回は新たにライトブルーのこのトップスを購入しました。まあ、もうこれは本当ちょっと説明する必要もないぐらい皆さんご存知だと思うんですけど、まあなんか秋冬とかはね、色がやっぱ私結構本当アウターとか黒になりがちなので、中にこうやって入れて着たりとかすると可愛いなと思って、コーデの差しになりそうなので購入しました。でこれもライトブルーじゃないですか。で今回すごい、ずっとパリに行ったら、パリに行ったらっていうか、いろいろネットでは見てたんですけど、実際試着して買いたいっていうもアイテムが決まってあって、それがねじゃーん、クレイジュのセットアップです。イエーイこれねずっと欲しくて、ただスカートは日本で試着とか、まあ、衣装で着たこともあって、なんとなくサイズ感は分かってたんですけど、こっちのねジャケットというかアウターの方がサイズが結構サイジングが難しいなと思って、だから実際にパリに行って店舗でいろいろ試着して買いたいなって思ってたので、今回やっと購入できました。嬉しい、3年越しイエーイっていう感じなんですけど、私はサイズ40っていうのを選びました。本当はなんか店員さんに言われたのは、結構まあクレイジュってこうタイトに着るブランドなので36とかでいいって言われたんですけど、なんかこう中とかにも私結構着たかったりするし、あんまりこうピチピチって着るのが得意じゃないので、私はあえてちょっと少しだけ大きめ、とはいえやっぱサイズ感はタイトなんですけど、40っていうサイズを選びました。で色がね本当にカラバリがたくさんあって、本当は2色欲しかった、うん、でも今回はっていうので我慢しました。でまあ、黒と、まあ、このライトブルーと、あとベージュと、あとねピンクで、も迷いに迷ってうわーってなったけど、それこそこうやってセットアップでそもそも買うのか、ジャケットを2色買いするのかとかで、もうめっちゃ迷って、もう何回も試着して、で結局ライトブルーのこのセットアップを購入しました。いや可愛いよね。だからもうさ、ライトブルーちゃんなんです、すごく気分が。この子もそうだし、このまあスカートもそうだし、なんか本当に今気分がライトブルーで、ライトブルーのものに今目がなくて、なのでまあちょっとこっちのこのカラーにしたんですけど、もう本当にファイナリーです嬉しかったです。はい、かわいいね、もうさかわいいんだっていうぐらい、クレイジュ本当私大好きで、パリもその久々に店舗行ったんですけど、いわゆる凱旋門のシャンゼリゼ通りの近くにクレイジュのお店があるんですけど、そことはまた別にマレーっていうエリアにも、あれは多分ショップだと思うんですけど、ポップアップではないと思うんですけど、ショップもできていて、でこっちのヒールはそのマレーの方で買ったんですけど、こっちはシャンゼリゼの大きい店舗の方で買いました。いやー、もう最高ですよね、可愛いね、もう嬉しい、着るのがもったいないぐらいなんですけど、すごくお気に入りでございます。はい、
はい、ということで以上になります。他にもね、いろいろ購入はしたんですけど、特にお気に入りのアイテムたちを今日は紹介しました。少しでも皆さんの参考になったら嬉しいなと思います。パリの Vlog も公開に今なっているので、このお洋服たちを買ったタイミングとかも映ってたりとか、まあいろいろパリの私の10日間の様子が見れると思うので、そちらもぜひチェックしてください。ということで、もう冬ですね。なので冬はファッションがとにかく楽しい季節なので、皆さんも一緒にぜひおしゃれを楽しみましょう。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。エマでした。